堺市教育委員会は14日、市立小学校で2件の体罰があったと発表した。児童に怪我はなかったが、うち1件では校長が市教委に報告していなかった。市教委は関係者の処分を検討する。今年度、同市で体罰と認定されたのは5件になった。1件目は、市立小で5月、50歳代の男性教諭が、体育大会の競技の練習中、ふざけていた4年生の男児に立腹し、尻を1回蹴った。もし我が子が運動会の練習を邪魔しているのに注意されても聞かなければ、多少の喝は致し方ないと思ってしまいます。こんなこと言ったら批判が来るだろうけれど、やはり何度言っても聞かない大人を舐めた子供って一定数いると思うんです。今回は運動会の練習だけど、これが本当に危険な行動だったら力ずくでもやめさせなければならないって時もあるかと。市教委の指針では、校長は不適切な指導を把握した場合、直ちに市教委に報告する必要がある。校長は当日に知ったが、報告しなかった。9月、体罰を知った保護者から問い合わせを受け、市教委に連絡した。2件目は、別の私立小で9月、特別支援学級の担任教諭、50歳代通が、2年生男児から叩かれた際、注意してもやめなかったため、両腕を押さえつけた。男児が、痛いよと訴えたという。2件目は体罰なのか？そんなことでいちいち教育委員会からごちゃごちゃ言われるから、教員のなり手がどんどんいなくなるんだろう。いっそ全教室でオンライン授業で良いのでは？そうすれば教師と生徒とのトラブルもなくなるし、体罰もなくなる。それで教室がうるさくて授業が成立しないなら、その生徒は登校せずに家庭でしつけをしてもらう。授業を教えるだけならそれで10分。しつけも必要だと言うから、面倒な保護者とかとややこしくなるし、教員のなり手もいないんだろう。2件目が体罰認定されたことで担任教諭には何らかの処分があったと思う。処分がなくてもさ、これで心が折れても仕方ないよね。特別支援学級にいる子っていうのは基本的には環境の変化に敏感で、担任が学期の途中で入れ替わるなんてことは、それこそ他害がひどくなる一因にもなるし、本当に良くない。担任教諭によっぽどの問題のあったのならわかるけど、そうじゃないのなら子供の心身の成長にとって何一ついいことがない。文科省から出ている体罰に関する通知にこんなものがあります。児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、これにより身体への侵害または肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。また、他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避したりするためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。これらの行為については、正当防衛または正当行為等として刑事上出たは民事上の責めを免れうる。今の時代、体罰はダメだとしても言って聞かない子供には何らかの処分を課さないと、まず子供がダメになり、将来の大人がダメになる。末はこの国もダメになるでしょう。小学校からでも成績を残さなければ留年させてもいいかもしれませんね。もっと教員の立場や各威厳などを上げていかないことには、学校という存在自体が危うくなりそうです。
学校現場に限らず、過剰な人権重視が今のような調子に乗ってつけ上がる風潮を生み出している。学校現場においても、粗暴行為や暴力行為、他の児童生徒の授業や学校生活を阻害するものに対して度重なる指導も効果がない場合は、裁判所からの令状発布を受けて、ここが重要、学校だけの判断だと恣意的な排除がされかねない、対象者を強制排除できるように憲法や法律を改正するしかないだろう。その上で教師の体罰や犯罪行為に対する厳罰化を並行すれば、双方が平等に扱われることになる。また、この行動について先生の意見を聞いてみましょう。現職の教師です。この記事は体罰ではないのでは？という意見がコメントで多いですが、現場ではどんな理由であろうと体罰として訴えられた時点でアウトです。今は教育委員会も管理職も守ってはくれません。ただ、最近このような記事が増えたおかげで、校内での暴力行為、非行行為に対して、被害者側からの先生はなんで止めてくれなかったんですか、という批判や、加害者側からの殴ってでも止めてほしかった、という声は激減しました。今のご時世前提体罰になるから止めるのも難しいですものね、と理解を示してくれます。被害に遭ったらすぐ警察。報復が怖いなら引っ越し。学校には頼らない、頼れない、という流れができつつありますね。良いことなのかどうかは私には分かりかねますが、少なくともマスコミや政治家、教育委員会、管理職にとってはこれが望ましい学校の姿なのでしょう。本当にそう思う。学びたい子供がいる傍らに、死後、教師に反発、ノートも取らない、汚い言葉、壊れた子供がたくさんいる。教師にもっと強い権限を与え実行させないと学校が壊れる。何よりも若い先生がいなくなるのが怖い。子供が大好き、学校が大好きという元気な先生を増える環境を作ってほしい。子供が体罰というだけで先生が罰せられるならば、ますます教師という仕事はブラック化するので、客観的に判断する余地は残してほしい。例えば、担任の先生を気に入らない子供が、何もされていないのに仲間と示し合わせて、叩かれた、見てました学校に行きたいくない、と言えば、多分その先生は担任を外されて、失意のうちに学校を去ることになるだろう。そうなれば、先生は子供に対して何もできないし媚びえつらうばかり。逆に子供はやりたい放題で、学校なんて維持できない。明らかに体罰であるものは仕方ないが、子供の普段の素行なども調査して、場合によっては学校や教育委員会は毅然として教師を守ってほしい。体罰が禁止なら義務教育は廃止したらよい。義務教育を廃止して任意教育にすればよい。やる気のある子供を育てた方が門弟に対する教師の負担が減って楽な職場になるし、本当に将来の日本を小人間を育てた方がためになる。これこそ憲法を改正して古い義務教育体制を廃止したらよい。